もし万が一安倍さんがじゃあしょうがないもう一回僕やりますと言った場合に長谷川さんはその場合再び官邸に駆けつけるわけですか。いや万が一ってないんじゃないですか。だって岸田総理って支持率高いんですよ。引き続き安倍政権で内閣広報官と総理大臣補佐官を務めた長谷川英一さんに伺います。長谷川さん、この本の一番最後に例の有名な長谷川さんと安倍さんとの 山登りの話が出てきますけれども、これ僕も探検部出身なんで山登り好きなんですけども、山登りって大体ね無口な人がやるんですね。で失礼ながら長谷川さんも安倍さんも割とよくなんていうか座持ちのいいタイプ二人で山登ってずっとおしゃべりしてたりする、それとも黙って登ってたりしたんですか。はい、第1回目は実は私と、安倍、当時は前総理ですか、それと SP さん2人4人だけですから、私も安倍さんが退院されてあんまり時間経ってないんで、どっちで喋るというよりは、ただ黙々とまず行こうということでずっと行けるところまで行って、むしろ途中で休憩取りますかという、そういう相の手みたいなのもねありましたけど、じゃあ黙ってんの、そうですね。そしたらねすごい偶然で山頂近くのお弁当を食べるところに政経のですね安倍総理の1年後輩がですね4人来てたんです。それでいや見たくなっちゃって、でしかしそれで弁当終わって、高尾山っていうのは頂上がこう平らなもんですから、そこで食べると多くの方いらっしゃるんで、そこはむしろ食べ終わった後まっすぐずっと通り抜けて、そしてその最後の下山をするところに、ケーブルカーの高尾山に行く駅が高尾山駅がありまして、そこは非常にこう12月の初めの暖かいまだ紅葉がある時期だったんで多くの方が見えていて、1台前のエレベーターが出ると次のエレベーター待ちで100人ぐらいの方が待ってるんですが、その時にあるご婦人が「あ、安倍さん元気になられたんですね、よかったんですね、よかったですね」という、ややちょっと何て言いますかソプラノではないんですが、ある通りはちょっと高いような小姉だったんですが、すごく響いたんですその声が、それがですね安倍さんにはジーンときて、俺あんなやめ方したのにこういうふうに言ってくれんだという、そこから始まるんですが、ただ本当はですね行こうよって言ったのは安倍さんなんです。だけどもともと登山の経験があったのは長谷川さんですよね。登山って、私の登山は、そうですね、それまで一番高いところに行ったのは磐梯山の上ですから、それこそさっきの平さんがお話があった探検部とか本格的なワンゲロを経験された方がおっしゃるとですね、それは登山じゃないよってことかもしれませんけども、以前に長谷川さんが安倍さんに山登りしましょうって言ってた話があって、で安倍さんが第一内閣を辞めた後に、長谷川さんが行ったら安倍さんの方から長谷川さん登りましょうって言ったっていうか、正確に言うと以前に第一次内閣の時にそれをご提案した時には乗り気じゃなかったんですね、私もそれ以上あんまり進めなかったんですが、そしたらそれからだから1年後ぐらいですね、つまりそれから安倍内閣が支持率が下がり上がり下がりとなってきて、で第一次が終わって、で終わった時には入院されていて退院して、私も安倍内閣終わって1ヶ月だけ官邸にいましたけれども、1ヶ月経って退任することになりましたので、その挨拶も兼ねてご自宅に戻られたっていうんで、ご自宅を訪問された時に、そういえばあの時長谷川さん高尾山に行こうって言ってたよねと、行けるかなと、こういうから始まるんですけどね、この本を読んでると安倍さんがその山登りをする体力が戻っていた、それからそのご婦人がその応援してくれて安倍さんもそれにジンときたっていうのを見ると、なんとなくこの山登りが、それから辞めた後安倍さんは5年間ぐらいの浪人生活というか、浪人ではないんですけども、チーム安倍にとっての浪人生活が5年間続くわけですが、それを象徴するようにも見えるんですけども、その頃から長谷川さんというか安倍さんというかもう一度という気はあったんですか。いや私は、そもそも政治家でもないですから、とにかくそこには回復していただきたいと、で第一の時にさっきの憲法改正も含めて、この国をやっぱり美しい国にしたいというのは、私はぜひ応援したいと思ってたんで、
まあ、政治家としてですね、まずは体調をですね安全にしてもらいたいということだったんですが、実は僕は山本よりもっと安倍総理に対して大きなインパクトを与えたものがですね、僕は 3.11 だと思ってるんです。 3.11、それでその、まあ、最初の高尾山に行ったからまたこれいいね行こうよと言って、まあ、2月に今度は秘書官に声をかけて行くんですけど、東日本大震災が起こるわけですね。それでですね、山登りに参りましたのは、2009年の12月 で、2010年から春秋春秋と始まるんですが、それから、その約1年ですか、経って2011年の3月にですね、東日本大震災が勃発するわけですね。で、私は当時も役所を辞めておりましたけれども、それで私もとにかく悔しくてですね、まあ、安倍さんのご自宅に押しかけて、でこういうのを発表して、やっぱり東北の復興策、政治家としてはね、ぜひやってくださいというのは持ち込むんですね。でその時にね、まあ、いろいろ書いた当時の原稿と読むと、まあ、稚拙なところもあるんですけども、まあ、でも気持ちは非常にあって、で、まあ、ずっと私はまあ総理と言ってるんですが、総理これまたもし総理をお目指しになるならね、これね経済をまずやんないとねダメですよと。でやっぱり経済、つまり生活に直結するもので、やっぱリーダーシップ政策がないと、それはやっぱりね多くの国民についてきませんからと。でついては東日本でこういうことになって、まあ一番なんて言いますか、全般的に言うと寡黙で黙々と勤勉な感じの東北の皆さんが、なんであんな被害に遭わなくちゃいけないのかと言うんで、そのどうだということを言うんですね。それはちょっとそこに本に書いてないんですけども、で総理がこれ、私は毎回お供したわけじゃ決してないんですけれども、東北にお見舞いに行くんですね。それでいろいろなその被災者の皆さんご集まりのところとか、まあ本当になんていうか泥だらけになってしまった住宅地に船があったりする、まあ混乱と泥だらけのところですよね。それを見て、多分これはもうご本人に関しては分かんないんですけども、俺こんな野党の議員でいいのかと、悔しいけど野党の議員って何にもできないと、お見舞いに行って、そこに不自由されているお年寄りの方、それからその段ボールのベッドで苦労しているそのちっちゃいお子さんを持った親御さん、それにお見舞いすることしかできないのかという、ある種の無力感、やるせなさを僕感じたと思ってますよ。何度も言って、確か救援物資を持ってなんかトラックで、ね、行きました、ね、そういうこともそれもやったし、それから私がお供した時はそのあれは確かその宮城県のですね、塩川村だったと思いますけども、訪れたり、あとで出てくる中小企業の仲間と一緒に石巻に行ったりしてですね、ただし荒れてますよね、でこれだからね、第二次安倍政権ができた時に全員閣僚に復興大臣の気持ちでやってくれって言ったでしょ、僕それだと思いますよ。それはで、それはやはり無力感があって、それでちょうどこの頃その山本幸三さんという方がいて、でこの方はまあ従来の日銀の政策について、やはりあれは間違ってるということを一貫しておっしゃってた方、いや最初は孤立に近かったのが、でそれで超党派の勉強会を作るんで、長谷川君なんかさ、君安倍さんと近いだろうと、超党派の勉強会だからさ、やっぱ総理経験者にシャッポになってもらいたいんだよ、言ってくれよみたいな話があって、総理山本先生おっしゃってますけどつったら、じゃあ山本さんと話してみるよっていうんで、確か2011年6月ぐらいから金融を中心にした勉強会のヘッドになり始めるんですね。でもね、結局総裁選2回目の総裁選で勝ったのは結局金融緩和ですよね。それがきっかけだったんですよね、取ったのはね。だから2011年6月でしょ、それから総裁選が2012年9月じゃないですか、だから経済付け焼き場じゃなくて本当に勉強したんだと思います、僕はその勉強会出てないんで、で私はちょっとその山登りでもなし、その金融でもないんで、まあこれは総理も非常に気に入ってくれて時間も取ってくれたのは、中小企業の経営者仲間で、だいたい30から40の前半ぐらいの方々なんですよ。でこの方々ね、男性も女性もいまして、その中にはね、その紙飛行機のギネスの記録を作っちゃったりしてる人もいるわけ、だから
そのなんていうんですかね、中小企業って弱くて困るから補助してくれっていうんじゃないんですよ。でみんなリーマンショックの直後からまだ必ずしも痛手から治ってない人が多いんだけども、そのもう別になんか俺たちは頑張るからという。でそれがおそらくその僕もある時そうだったんですけども、特に政治家の偉い方が中小企業のまあなんていうか関係者というと組織のトップですから、勲章に近いような年の方でしょ。そういう方じゃないんですよ。本当にまあ、働き盛りだけど自分は技に誇りがあって努力をして従業員と一緒にそのチームを組んで場合によって売り込みに行ってコンペするんだみたいな。でそれにねすごく多分ね新しい世界みたいなことになって、でその NC ネットワークって内原さんという方は全国からネットワークで集めるんですけども、大田区の全国大会に行って演説ぶって、それから付き合いが始まって、で総理としての最後はその2020年の9月、日にち忘れましたけども、もう辞めるってことを記者会見して辞める1週間ぐらい前に官邸で昼食会してたんですが、その方々とはね今でも食事会っていうと断られたことないですね私。だからやっぱりそこにある誇り、誇りを支える努力か責任感、これねやっぱり安倍イズムのねある意味で本質に近いところの一箇所を現実にそういう人々を見て、それで非常にこうなんていうか自分の新しい世界が開けたんじゃないかと、理解をしたんじゃないかと僕思います。確か安倍、今思い出したんですけど、安倍さんが2000の時かな、僕が長谷川さんに2000できますよって言ったら、長谷川さんがいやじゃない、参戦って言ったのかな、ただ2000も危ないのに参戦なんて言うなんて、なんか確か怒られたことがあったんですけどでも結局、まあ、第2次安倍政権というのは7年8ヶ月という最長の政権でした。で、そのじゃあ辞める時の話を伺いますけども、この本でもですね突然出てくるんですけども、まあ、2020年になって、コロナで大変でしたと。で、9月16日をもってチーム安倍は解散しましたとだけしか書いてないんですね。まあ、国民にとっても多分長谷川さんにとっても突然だったと思うし、ただ僕は安倍さんが慶応病院にでしたっけ、慶応病院に行った日ありましたよね。あの時に随分長い間行ったというニュースを見てすごい嫌な予感がして、というのは安倍さんはすごい体調は良くなってて、お酒を飲む時もあったしもあったけども、だけど顔色の悪い日もあったし、それからその海外出張で疲れたという話を聞いたこともあったので、僕もしかしたら時々病気が出てるんじゃないかなって疑ってたんですね。だからこれは相当なストレス、あの時コロナとそれからオリンピックの準備ってことですごいストレスだったんで、これはもしかしたらあれなのかなと思ってたら、その1週間後ぐらいに突然お辞めになったんですが、あの時長谷川さんは辞めるって聞いてた時は どんなお気持ちでした？まあ井田さんとやや似てるんですけども、まあ、近くに会ってる時間それなりに毎日ありますから、まあ、ちょっとね元気なくなってのなと思いましたよ。それでまあ私安倍総理の体調管理とかその周りの職責じゃありませんので、まあこれ今秘書官の担当で、まあ、彼が非常にその辺の管理をきっちりして、それで、まあ、慶応の大学の、まあ、総理のお体をずっと知ってる先生と連絡を取りながらやってましたんで、ついに休みを取るって言い始めて、それで僕も距離に帰ったらですね、あるメディアの方から慶応病院に行ったんだけど、あれ何ですかって、えって言っちゃったのみたいな感じだったんですよ。僕知らなかったんですけど。だから、まあ、ちょっとその日はだいぶ遅くまで病院にいましたよね。まあ、だけど、まあ、当然8月というのは官邸は結構忙しい月で、やっぱり6日9日15日というですね、やはり日本国民としてはですねおろそかにできない用事がありますから、まあ、それをやってですね、まあ、それで、まあ、その隙間を見て病院に行かれたんだろうな。しかしも随分長いなと。おそらくまあいろんな、まあ、検査はね普段から病院行って大体状況が合ってるから、いろんな治療法でもですね、まあ、先生が時間をかけなければいけないようなやり方だったんだろうなというふうに思われなかったんですが、でただねその8月の28日に
確か辞めるという会見をするんですけれども、当日の朝刊に会見というのが出るんですが、まあこういうやっぱりあのトップの進退についてですね、あるところからとこたれ抜くとかっていうのはあんまり良くないんですけども、そこはあの今井さんがきっちり管理をされて、あの28日の確か午前中に、まあ副総理とか二階幹事長とか確かご連絡を買ってきてもらってしたと思うんですけども、だからまあそういうふうになんとなくこう急な印象は外にあったかもしれませんね。まあ、あの総裁としての任期を1年残していて、はいはい、まあ、あのもちろん1年後には辞めるんだと。で、まあ、その後は岸田さんなのか石破さんなのか誰なのかわからないねという状況だったわけですけど、その任期を1年残して、まあ、しかも懸案が2つ残っている中で辞めたということについて、何でしょう、長谷川さんとしてというか チーム安倍として、あれは志半ばの辞任なのか、それともいや我々はやるべきことをやったんだという思いか、今思うと どちらですか。まあ、総理について申し上げれば、うん、あの1年任期がある中でご自身でああいう選択をされたんですから、うん、まあ志半ばという形容はじゃあ適切じゃなくて、うん、あのできなかったこと残っていることいっぱいあるんだけども、うん、しかしそれは日本国としてあの責任を果たすべきなんで、自分ではない方が総理に就いた方がいいという判断をされたということだと思います。で、私について申し上げると、もう私はあの安倍総理から任命された人間、それも官邸勤務というですね、大変重い職責、それを2回も任命された人間ですから、私にとってみると なんていうんですかね、安倍総理が辞めたらあの辞める、で官邸の仕事というのは、まあそういう方がいるというつもりじゃありませんけれども、自分から任命してくれとかそういうことをすべき仕事では僕はないと思ってますので、あのその時の総理が一番この人がベストだという方を要所に置いて、まあ、その方のまあ推薦なのか評価なのかによって選ばれるべきだと思うので、私はあのもうあの16日に辞めて、まあ、その後はまたあの一旦無職に戻って、必要なら職探しをしようと思ってその辞めたということですね。だからまあ冒頭申し上げたように大きい課題が3つあって、それについては本当に残念だし申し訳ないという気持ちはあります。今でもあります。でもだからといって自分がやんなきゃいけないわけではないので、日本国としてベストの布陣ができればいいと思ってますから。ということは、まあ、今あのポスト岸田は誰なんだとかですね、いろいろ、あるいは、まあ、安倍ロスという言葉があって、安倍さんもう一回やってくれないかとかですね、いろんな言うことを言う人がいますけれども、もし万が一安倍さんがじゃあしょうがないもう一回僕やりますと言った場合に、長谷川さんはその場合再び官邸に駆けつけるわけですか。いや万が一ってないんじゃないですか。だって岸田総理って支持率高いんですよ、うん、なんでその政権始まってから半年経って支持率が不支持率の、まあ、いわば2倍近くあるわけでしょう。で、これだけのその支持を得ていて、まあ、理由はともかくとしてですよ、うん、いや有事に向いてる方か、いやなんか平時かとか、まあ、やっぱりあるけども、ただおそらく僕は思うのは、この選挙で参議院選挙で盤石にして、うん、まあ、その後少なくとももしご自分のその、判断要素で裁量権であれば最長3年は、まあ、いわばその選挙を気にしないで、少し短期的には痛みが伴っても、むしろ中長期的に構造的になるような政策ができる大きなチャンスじゃないですか、うん、だからそういうチャンスをお持ちになって、そのためにある意味でいろんなご批判も感受しつつ、その考えておられるに違いないから、まあそういうような総理が頑張ってる以上ですね、万が一でも思うにあるのはちょっと私にはそれはちょっと何て言いますか、考えられないし、まあ私ももう僕はあの実はあの70を超えましたので、もう体力的にもですねちょっとその無理が引かないと思いますので、あのまあすいません、そんな答えて申し訳ないんですけどそれは正直だと思います。僕の知ってる長期政権っていうのは中曽根政権、小泉政権、安倍政権、その前は佐藤さんとか吉田さんとか、これ全然知りません、はいはい、でやはり長期政権って日本ではめったに
出ないですね、やっぱり、ね、はい、難しいから日本の政治システムでは。だからなんかまあ結出したリーダーっていうのはそうたくさんは出ない、今までの歴史ではね、だから僕は今後に日本はしばらく停滞、まあ、岸田さんがたとえ ある程度長くやるにしてもね、そんなに大きな変化が起きないんじゃないかなという気はするんですけれども、日本のよく日本の政治家がね、政治は一寸先は闇っていうけど、やっぱり この政治システムっていうのはアメリカなんかと違って突然コロッとなることがあるんですね、まあ、何があるか分かんないんで、まあ、菅さんもそうおっしゃらずにですね、再び駆けつけることも視野に、していただきたいなと思いますが、本日はありがとうございました。安倍政権の時に影の総理が菅義偉当時官房長官か、あるいは今井隆也総理秘書官かと言われたんですけども、僕は菅さんってやっぱり政治家なんで全然別格でですね、多分菅さんが影の総理 でその下に優秀な官房副長官が若い人がいっぱいいて順番にやって、で事務方の人もいて、で事務方の官僚元官僚の中で長谷川さんと今井さんが助さん格さんみたいな感じでですね、まあこれまでのただ一方的に官僚がボトムアップで政治家を支える、逆に政治家のトップダウンでやるっていう政権、今のいろんな政権と比べてやっぱ安倍政権っていうのはそういう意味で非常にこう重層的で、一言で言えないけど厚みがある政権だったなと思いますね。だからそれと比べるとすごい、まあ、僕は岸田政権というのは大丈夫かなって、まあ、時々心配になるんですけど、まあ、長谷川さんがいや大丈夫だというふうにおっしゃるのであればですね、岸田政権にも頑張ってほしいと思いますけども、長谷川さんには今後もですね、この安倍政権ってやっぱり全部で9年間とても長い政権なんで、まあ、日本の歴史のもう一部なんでですね、今後も機会があれば伺いたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。